こんにちは。今ね、あのさっきの挙げたあの令和新選組のねバックが北朝鮮の朱子宗也っていうドアが挙げた続きなんですけどね、今ちょっとホームページブログ書いてるとこなんですよ。で調べていたら、あの朱子宗也 のカモフラージュ団体が、あの自主の会っていうのがあるんですよ。さっき主体何個かやったらちょっと言い間違えてたけど、自主の会のホームページ見てたらね、あもうこれもう令和新選組の公約とまるっきり同じこと書いてます。でどこにもね朱子宗也っていうのは出てこないんですけどね、これはあの朱子宗也専門に調べてはるね篠崎丈二郎さんがね、あの言ってはったんで間違いないです。でタロティクトあの朱子宗也の関係者がね、あの名前が見えますし、ね、でどんなことを言ってるかというとですね、言ってみますね。平和と着実に歩みを進める朝鮮半島、これは表向きには出てないんですね。辺野古に基地はいらない、県民の意思を示した沖縄県知事選挙、次が国益を米国に売り渡す日米の二国間経済交渉、民衆への収奪を強める消費増税に反対する、各民族の自主権を守ることが日本人自身が取り組む課題、書籍子どもと貧困。これね、令和新選組と言葉変えてるけどもまるっきり一緒です。まあ、令和新選組の8つの緊急政策のちょっと読み上げてみますね。まあ、1は消費税は廃止で、全国一律最低賃金1,500円、政府が保障、奨学金特制で公務員増やします、一次産業個別所得保障、とんでも法の見直し廃止、これはちょっと詳しく言うと TPP 協定、 PFI 法、水道法、河川法、漁業法とかね、まあ、あのテロ準備罪、安全保障関連、刑訴法、派遣法、安全保障関連とか刑事法とかテロ準備罪とか反対してるわけですね。完全これあのテロの味方やん、ね、こういうの早くね、あの共謀罪とか早く作ってほしいです。こういうスパイ活動してるねとんでもない人たちがね増えないようにね。それ と、7番目が辺野古新基地建設中止ですね。あとは東京と全国のあなたの一票とか、辺野古基地反対をね、あのいろいろ言ってますからね。で原発食事禁止、被爆させないって、これもねあの北朝鮮の思うつぼばっかりね、この公約。だからもう私断定してもいいと思います。北朝鮮の朱子宗也が令和新選組のバック、おかしいですもんね。あの最初の頃はその経済政策でもうこうすごい人、大勢の人たちをねこうぐわーっと集めてね、もう山本太郎さんこそなんかもう待ちに待ったすごい素晴らしい政策やというふうにね、あのタレント、元タレント戦やからうまいしね、洗脳して、で後出しじゃんけんみたいにね、あの選挙後ですわ韓国用語をし始めたり、まあ、韓国用語に見せかけて実は北朝鮮の、そうですよね、今の韓国はもう北朝鮮に乗っ取られてるわけで8割方ね。あーこれはとんでもないわ思って、で会見反対とかね、共産党も今一緒にひっついてますけどね、もともと共産党はね、あの会見反対じゃなかったんですよ。むしろね、あの自衛隊はちゃんと軍隊としてあのやるべきや言ってたのに、いつの間にかね、あの中間北に都合のええ風にね変色して、その上に辺野古で同じようにね座り込みして反対でしょう。これは本当にやばいですから、まあ、これホームページもっと調べてね、あそれとね、沖縄の独立運動もさっき言いましたけど、あの北海道のアイヌ利権もそうなんですよ。アイヌ利権にも朱子宗也があの入っててね、その各民族の自主権を守ることはというの、要するに先住民族を独立させようというね、そういう企みですわ。先住人あの民族言うてもね、あの古代ですやんか、古代まで遡ってどうすんねんやいう話ですわ。そんなん言うたらあの映像とかね、日本人そもそもね、あの世界の根結なんですよ。私あの古代史どっちかというと専門で、あのいっぱいブログ書いてますんでね、あの日本人のルーツについてはちょっと独自の見解持ってますけれども、本来の日本人はあの多民族の根結 の民族で、まあそれでもあのその根結の末に単一民族でね、2680年かあの天皇陛下のもとに続いている国っていうのは世界で最も長い文明がある国でね、全部日本人ですよ。ほんで何や、あの縄文人対弥生人とかね、あれもみんな嘘、まあ、縄文人も弥生人も日本人、ね、特別別の民族があの攻めてきたの違うの、まあ、縄文人は平和な民族やったけど、弥生時代になって、まあ、あの戦闘の跡がね、あの矢尻で撃たれたあのそういう
遺跡とかね見つかったりしてますけどね、どっちも日本人で、江戸よりも、まあ、北海道の原住民アイヌの人たちね、結構あのなんていうの、外人っぽい顔はしてはりますよ。外人といってもあのなんていうのかな、白人に近い顔、まあ、沖縄の人も似てるんやけども、沖縄の人だ、令和の、野原さんもねちょっとほらアメリカ人っぽい顔でしょ。なんかその辺は不思議ではあるんやけども、まあ、そこのアイヌ利権というのがすごくてね、そこにねだから呪術思想も張り込んでるんですよ。でアイヌの人って、アイヌの中にも民族がいっぱいあるんですよ。それをなんかアイヌ教会っていうのを作って、そのアイヌ利権を一手にあの手に入れて、でその3000人ぐらいの少ない中でね分け合ってるんですよ。でそのアイヌ利権もねすごい問題になってます。でそこにね中国がかあの糸かみしてきてね、そのアイヌの人たちのその自治権を認めるから、その地代をね払うから、あの土地を中国人がお金払うから貸してくれって言うんですよ。それでね、あの日本の水源地を返してみたりね、まあ、そういう拠点をいっぱい作ってるわけですよ。だからアイヌの人たちにしたら、まあ、お金入るからね、まあ、あの今の時代やったら、まあ、お金莫大なお金が入る方がいいから、まあ、そういう北朝鮮の思想の人も分かってるのか分かってないのか分からんけども言うてんのかな。中国で結構ねあのお金使って落とすのもやるんですよ。だからその孔子学園の話でもあったけども、まあ、中国出身の学校とかに天下りさせるからいう感じで、あの政治家もこうなんていうの書き込んでいったりとかね。で今中国怖いのはその水の問題もあるけれども、中国もその太陽熱発電とかね、あの長野県のとかその 山の中にねこう木を全部切り倒してソーラーパネルすごい、範囲につけてね、その太陽光発電もあの中国の会社がやってます。中国の会社はもっと巧みっていうかね、あの棒にいれば棒に従いとかね、すごいニコニコ顔でうまいことやって、こう日本のライフライン、水電池、それとあの電力エネルギーを全部自分の営業にしてしまうというか、その辺ちょっと日本人もあの無防備すぎてね、ほんまに大変ですわ。それ考えると麻生さんのボーリア社っていうのはフランスやからね、フランスはまあ、 あの西側諸国で仲間やからね、マジか分かる。よく考えたらね、中国とか北朝鮮に取られるよりはね。ほんで麻生さんの娘の子が役員に入ってるから、やっぱそれで何それ自分の利権ちゃうのってちょっと頭き取ったんですけども、よう考えてみたら政略結婚といったらね、自分の身内をその、 あの水道運営会社に役員に入り込ませておいたら、まあそんなに日本に対してひどいことはせんやろという。ね、麻生さんはちょっとグレーです、私の中ではね。でも、まあ、中間来たよりはマシ、フランスの方がマシ、絶対的にね。まあ、なんとしても中間来た、そのチュチェ思想なんかの絡んでるような、ね、政党には絶対票を入れないし、もう反対活動していかなあかんし、そのライフラインを、ね、中国人に買い占められないようにね、あの注意喚起していかなあかんと思ってます。不動産も、ね、中国人いっぱい買ってますしね、あの南の町とかね、あのビルのオーナー中国人に買ってるとこいっぱいありますしね。そうそう、あの都構想もね、維新はどっちかよう分からへんねん。あの辺野古の反対派に反対なのはいいんだけども、都構想でその西成区に中華街作ることになっててね、その前はその朝鮮のマルハンのそのコリアン観光かなんか、土産物やかなんか分からんけど、その韓国街みたいなのをね作る計画やったんが、それが潰れて、で今度中華街です。で地元の人いてませんね、その中国人ばっかり あの移民の中華街を作ることになってるんです。それがもう地元の人の大反対、日本人ね、地元の日本人そんなもん勝手に作られていう感じでね。だから維新もどっち向いてんのか分かりません。私はまあ国交省反対ですけどね。大体あの橋下、あの橋本徹ですけどね、橋下とか言って、が知事時代にあの胡錦涛やったかな、誰か中国の偉い人が来たら、もうニッコニコ会でね、こびまくって会いに来ましたからね。その当時から怪しいと思ってるし、だからどこもね、もう政党、危険なところばっかりね、あのそれぞれ違う派閥の危険な国と近い面がちらほら見えるし、もう本当に日本人のための日本の政党がね欲しいです。個人的にその議員さんの中でそのやっぱり日本のためにってあの活動されてる方はねちらほらいますけどね、まだまだ弱い。もう圧倒的にそのテレビ局にもねその
大日枠で入り込んでるし、 NHK も半日の電通が例えばプロ野球放映権とかゴルフとか放映権を盾に NHK を支配してますもんですね。それがよくも立花さんが告発しはったんが、全部金と本能で NHK の幹部全部ね紅白の出場歌手決めてたんですって。要するに例えば2億円ぐらいね、その自由に使えるお金をね、立花さんがその決裏帳簿を作ってたんですって。それを告発して辞めはったわけだけどね。それちょっと話それなんで置いといて、要するにもう完全にディスの会のホームページね、今ちょっとブログ作ったらまたリンク貼っておきますけれども、ああもう令和新選組と同じやなと思って、で子供と貧困、安富さんも怪しい人間ですけどね、なんで子供やねんとかね、馬引き連れてね、子供を守れとかね、なんかわけの子供、それは守るよ、守るけどね、ほな自主の会見たら一緒のことやし、完全にやっぱ北朝鮮にやられてますね、山本太郎さん。山本太郎さん自身のね思想ってよくわからないんですよ。でもあんだけこう人数集めてすごい盛大に山本太郎さん受けてたわけですよね。その割にその選挙の後半からまた10円派ができてね、初期の頃と一緒ですわ。ということはその自主の会とかにこう焼き入れられてる可能性もあるし、まあ、脅されてるって暴力はないやろうけども、こう締め上げられてるっていうか、だから余計に必死さが出るというか、もう時間がないんですとか叫んでたでしょ、何の時間やねって。それは不幸な人とか自殺する人が増えてるとか言ってるけど、ひょっとしたら山本太郎さん自身が脅されてる可能性もあるじゃないですか。だから山本太郎さんの心情というのはちょっと不明ですけれども、まあバックに北朝鮮主体思想がいるのはもう確定ですね。ということで、この件についてはもうじっくり調べて、拡散用にホームページもたくさん作っていきたいと思ってます。以上でした。